創世王が先ほど私が語りをしていた時に聴いた曲はフランスの印象派の作曲家エルリック・サティのものでした。今の曲も同じ作曲家のものなんです。しかし私が来日してあっという間に13年の歳月が経ちました。乾ききった心を潤すため、創作の霊感を求めるため、私は何度も自分の祖国へ旅をしました。5、6年前になりますでしょうか、私は多くの方々と一緒に自分のふるさとである上海の近くにある蘇州を訪ねてみました。ずっと雨降ってました。蘇州は美しくて、私が小さい時から好きだった。そして蘇州の城内を巡らす運河、そこに船を浮かれた時に、私は蘇州の運河で船生活をしている人々の生活をこの目で見てきました。子供たちが船に生まれ船に育ち、日々お尻をそのまま出して船で飛んだり跳ねたり遊んでいたんです。いかにも楽しそうに見えましたけれども、私は思わず彼らの学校はどうなっているのかと思ったりしました。そして2年前に私は四川省の北部にある今は世界遺産にされた九寨溝に行きました。その時4000メートルの高原を我々は車を越えた時に、さすがの私もびっくりしました。大きな石を積んだトラクターを運転している男の子を見かけたからです。どう見てもその子供は小学校6年生ぐらいの年ぐらいでした。そうですね、最近私もまたふるさとの上海に行ってみました。熱気にあふれて、私の国は経済の向上に余念がない。しかし思うに、貧困を脱するためには教育の普及が最も大切なのではないでしょうか。そう考えながら旅を進める。そして思わず自分の少年時代も振り返ってみたりしました。私は10歳から20歳まで、その最も多感な年代を文化大革命の中で過ごしました。もともと私が入っていた重点小学校があったんですが、4年生になったある日、私が学校に行ったら、学校の先生も校長先生もみんな吊るし上げられて逃走されていたわけなんです。そして学校はもう終わりだ、革命のためにと言い渡された。いつになって私がまた学校に行けるようになったかは記憶にすらない。行けたといってもせいぜい毛沢東の語録を読まされるぐらいだったんです。あれは小学校を終えて、中学校、高校を終えて、何の正規な教育を受けたことがない。その方は、私は激変する世の中を見つめて、隠れてたくさん本を読んで、隠れてギターを弾いて成長。
ない思い出、両親と共に過ごした温かな思い出、そして何かによって親族と引き裂かれる孤独な思い出、さまざまでしょう。しかしこの世界の全ての子供たちに、二度と戦争、飢餓、そしていろんな災難に翻弄されないためには私には何ができるだろう。今日この会場は小さい、そしていっぱい詰めて200足らずなんですけれども、皆さんの温かな気持ちが今私は押し寄せてきているというような感じなんです。まさに無限の愛です。皆さんのこの気持ち、この愛はきっと私の歌とともに災難にあった子どもたちの心に届くのであろう。ありがとうございます。しかし愛というものはいかにも難しい。この4文字は昨日私が自分のアパートで書きましたけれども、愛という文字が一番書きにくかったんです。何度も書き直したんですが、こうしてみるとそんなに大きく見えないんですが、しかし家に置いて一枚一枚書いてるとね、何しろ狭いアパートですので、4枚の紙を広げたらもう私の足を入れるところがないんです。そして仕事はいつも深夜が冴えてるんですので、夜中に書いたわけですので、子供寝るところもなかったんですね。これ乾かさなければならなかったんですし、けれども書きながら思っていたんです。何を書けばいいのか、そして迷った挙句をこれにしました。無限なる愛、世界中の子供たちに